円鉱類とは、脊椎動物アモンのうち、ヤツメウナギ類とヌタウナギ類を含む系統。無学類のうち、現在生存しているのはすべて円鉱類である。円鉱類は、シー・デュメリルにより1806年に初めて提唱されたグループである。顎を持たない、原生脊椎動物であるヌタウナギとヤツメウナギを分類群としてまとめるため、その後期の形状から、 塩鉱類と名付けられた。ところが、後年になると多くの研究者がこれをクレードとしては支持しなくなってきた。すなわち、ヌタウナギとヤツメウナギがそれぞれ別のグループとされるようになったために一時塩鉱類という分類群は消滅したのである。ヌタウナギは脊椎骨を持たないことや神経底細胞の発生が独特であるなど、 あまりにあご口類とかけ離れた特徴から先行外類としてまとめられ、その他の全ての脊椎動物全体の姉妹群とみなされた。このため、脊椎動物にその外群であるヌタウナギを加えた分類群として優等動物が置かれた。つまり、一時ヌタウナギは厳密な意味での脊椎動物ではなくなったのである。しかし現在では、分子系統や詳細な形態、 発生の比較などにより、再び単系統制が支持されるようになっている。上述のヌタウナギの独特な神経体細胞の発生も観察を誤ったものであったことが現在では証明されている。比較的寒冷な地域の河川、故障、海中と暖かい地域の深い海に分布する。顎を持たず、口は頭部末端に開いた単純な穴のようになっている。また、 体びれを持たない。体表は粘膜で覆われている。エラは互いに未分化な状態で咽頭に連続しており、口から取り入れた水を体側に並んだエラ穴から排出して呼吸する。顎や芯の葉はないが、鋭い角質の四上突起を持っていて、生きた魚、死にかけた魚などを捕食する。ヌタウナギの仲間エプテトリタスストーティーヌタウナギズナ、ミキシーニーは、 大陸方から深海にかけての冷たい海中に生息している。化石記録に乏しく、形態進化の過程は不明である。体型はうなぎ状で、皮膚は粘膜に覆われている。目は皮膚に埋没して外見からは確認できない種が多いが、目を覆う皮膚は色素に乏しく白みがかって見える。4から6体の髭を持つ。口の周りに歯を持たないが、舌の上に、 市場突起があり、死にかけた魚や死体、生きた獲物では、誤解のような多毛類を食べている。底引きも漁業で大量に網に入ってくることがあり、網の中の魚を食害して、商品価値を落とす上に、海水を吸って著しく防潤しゼラチン状に固まる、大量の粘液を分泌して、漁具や甲板を損なうため、嫌われている。地域によっては食用にするが、 漁獲されても食用にしない地域も多い。新潟県においては、浜焼きアナゴという名前でヌタウナギの加工品が作られ、燻製や干物も生産されている。しかし、一大消費地は韓国であり、古くから庶民の自用食として用いられてきた。具体的には藁を燃やして丸焼きにしたり、匂い付けに松葉を敷いて網焼きにする。また、 ぶつ切りにして、キヤコチュジャンで炒めたり、焼肉風に焼いて食べることもある。釜山などでは、専門の料理店も存在する。また、ヌタウナギの皮は加工して財布などの比較工芸品に、される。日本で漁獲されるヌタウナギはその大半が韓国に、輸出されている。繁殖力はそれほど、強くないようで、食用や、比較用に集中的に漁獲すると資源が急速に、 枯渇してしまった事例が多く知られている。海集めペトローミザーンメリネスやつめうなぎ類は、両半球の比較的冷たい海と陸水に生息していて、目は大きく、目の後ろに7体のエラ穴が目立つ。口の周囲に鋭い歯が並び、他の魚に口を押し付けて、吸盤状の口の周りの肉で密着し、歯を皮膚に食い込ませ、体液を吸う。海に生息し、 産卵のために川に遡上する種と一生を河川で過ごす種とがある。親は産卵後死ぬ。卵から帰った妖精は、親と全く異なる姿をしており、アンモシーテス妖精と呼ばれる。アンモシーテスは、緩やかな流れで綺麗な砂が堆積した川床に穴を掘り、ほとんどそこから出ない。目は皮膚に埋没し、口に吸盤や葉はなく、 流れてくるデトリタスを腰取って食べている。その形や性質がナメクジオに似ていると言われる。数年間にわたって養成期を送った後、変態して生態と同じ形の幼態、あるいは生態となる。このため、河川環境の悪化に非常に脆弱である。変態後、何も食べずに、すぐに生態となって繁殖に入る河川残留型の種と海や湖に下って、 魚類を襲って大きく成長してから河川に遡上し、繁殖に入る公海型の種があり、日本では前者の代表種として砂や詰め、後者の代表種として川や爪めがよく知られる。公海型の種は日本やフランスなどでは食用とされる。海で酒ます類やカレー類を襲い、漁業に被害を与えることもある。アメリカの五大湖ではヒート的に移入された海や詰めが海にくだらずに、 水見ないでマスに大きな食害を与えていることが大きな問題となった。原生のもののうち日本産のみを示す。以下に赤作動物の系統関係の概略を示す。太字の系統が円ン類である。デュメリル、エームコンスタント、ズラジーアナリティック、ウミー、セドナチャールでクラセファケーションでアニモ、レンズエプラスファッセル AL。 エイドでタブローズシナプテックス、パリ、オレイハットクラク、シゲヒロ、オタ、キニャジー、アンド、クラタニ、シゲル、エスブレア、ジャウラスフィッシーズ、インエスビーヘッジズエスクマール、タイムトリオブライフ、オックスフォードユニバーシティプレス、ピアニッシモ、317-319、ISBN978 から0から19から95万3503から、3、クラタニ、シゲル、アンドオタ、 キニャジー、ハグフィッシュ、サーチングフォーザーアンセストラルデベロップメンタルプランオブ、バータブラッツ、バイセイズ30、167、172、ドイ、10.1002、バイズ、2701、プミド18197595。ありがとうございます。